では早速ラジオネームベスさんからですイギリスにお住まいなんですねありがとうございますゆきのさん新しいラジオ番組おめでとうございますありがとうございますゆきのさんの多くの役割が好きですしミオンちゃんが大好きですゆきのさんのキャラクターを理解する素晴らしい能力を持っていると思いますありがとうございます私の質問は日暮らしのレコーディングの面白い話はありますか とということなんですけど、日暮の泣く頃にって最初は CD ドラマから始まったんですね。で最初「鬼隠し編」から始まって「渡流氏編」「たたり殺し編」「目明かし編」「罪滅ぼし編」とこうどんどん。 繋がっていくんですけど最初の「鬼隠し編」ではケイチがすごく喋っていてで CD ドラマがね確か3枚分だったと思うんですけど、まあ、まあ半分ぐらいはケイちゃんが喋ってるかなという感じで「星くん大変だな頑張れ!」ってすごい応援してたんですけど次「渡流し編で」で私がえらい喋ることになって <laughs> で挙句の果てに「目明かし編」でもほとんど私が喋っててもう原稿がね タウンページってもうわかるかなタウンページぐらいの量なんですよ。もうね、読んでも読んでも減らないの。もうなんかね、クラクラしました。でも最終的に、えっと、一番最後がね、えっと、祭り林編なんのかな は祭りばやし編1枚じゃないですからね。祭りばやし編の前編後編で多分ね、7枚ずつぐらいだったと思うんですよ。もうや田村ゆかりちゃん大変だな、頑張れって本当最後はもう心から応援してました。っていうそういうのと、あとはね、アニメの方では目明かし編で、えっ、ー、と私が演じるシオンっていう役が拷問で爪を剥がされるっていうシーンがあるんですけど。 でそのシーンがあまりにも痛々しくて他の出演者がみんな本番で出ていきました。<laughs> もうとてもじゃないけど聞いてられないって言って本番で出ていきました。まあそんなことがございました。えー、続きまして